ラフルアートもこんにちは。本日なんですけど、こちら名探偵コナンの新章スタートということでね、新章第3話が掲載されているらしくてね、この名探偵コナンですね、今後どうなるかね、ちょっと解説していきたいなと思います。で、これ名探偵コナンの新章なんですけど、まあ、なぜこんなに注目してるのかというとね、これ今コナンって単行本が98巻まで出てるんですけど、ここの内容っていうのは100巻に当たるんですよ。要はその100巻ってなんか一つの区切りじゃないですか。だから作者からすると、もし僕が作者の立場であれば、100巻の作品ってもうめちゃくちゃもうすごいものにすると思うんですよ。そんなね、他の作品とちょっと気入ったレベルとかじゃなくても特別な感じにすると。ということは、この今黒の組織で FBI が戦うっていうシーンで、なんとランも登場してるっていうことでね、やっぱちょっと簡単に解説したいんですけど、今回こんな感じなんですよ。なんかこの闇夜の追跡劇っていうストーリーなんですが、どういう話かっていうとね、ちなみにこれ第1話第2話読んでない人はね、僕の動画に第1話第2話の方もあるんでね、そちらをまずもチェックしていただけたらなと思います。ぜひ聞いてください。で、まずどんな話かって言ったら、以前の流れなんですけど、まあ、要はその FBI が黒の組織にその組織をおびき出すために暗号をバレているのに送ったじゃないですか。で、それをラムによって気づかれて逆に狙い撃ちされると。それ なぜなのかっていうと、そのジョディ先生が暗号を作ってたんですけど、実はね、ローマ字に2種類の表記法があるんですよ。破棄符用の符ってあるじゃないですか。その符って書くときに FU と HU って書くじゃないですか。これを以前までは FU って書いてたんですけど、ジョディ先生はその日本の教師かなんかに教わって HU って書いてしまったんですよね。で、まあ、それでね、ちょっとバレてしまったということです。で、まあ、そこから話の流れ的に、まあ、キャメルが、まあ、黒の組織の、まあ、キャンティーコールに追われるんですよ、車で、ブンブン。で、それで、まあ、どんどん狙われるんですけど、赤い周知とコナンが、いや、そこはこっちに行くんだ、こうしろみたいな、ひたすら指示をすると。で、行ってるうちに、まあ、なんとかキャンティーコロナを巻くんですけど、ついになんかジェンとボッカに追われるっていう展開になるんですよね。で、その時に、もう、逃げても逃げてもダメだって時に赤い周知がついに登場して、もう全速力でまっすぐ行け、そしたら、その目の前に十字路が出るから、もう作業どちらでもいいで、好きな方行って思いっきり全速力で加速しろみたいな指示を出すんですよね。で、まあ、話は変わって、次はジンの方に行くと。で、ジンが、まあ、運転してると、まあ、十字路にたどり着くと。で、ボッカがね、あ、兄貴、ロチンに行けばいいんですよ、みたいなこと言うわけですよ。じゃあ、ジンがね、左に行け、左だ、左に行って全速力で加速しろ、みたいな感じに行ったら、実際にいたんですよね。で、それ、なぜかというと、ジン曰く人間っていうのは追い詰められると、なんか左に曲がる習性があるらしくて、ジンはかなり白色というか、面白いなんだなっていう。なんかそんなことらしいです。なんか人間って追い詰められると、焦ると、左に曲がる習性あるらしいです。初めて知りました。まあ、そんな感じでね、どんどん、まあ、カーチェイスが続いていくんですよ、こうやって。で、じゃあ次、目の前からベルモットとキールがいると。で、そいつらが狙って、実際撃たれるんですよ、そのキャメルがね。で、キャメルが撃たれて、まあ、川の中に飛び込んでいくんですよ、あの車ごと。で、もうなんか、気がついたら、もうその周りからその水の圧力でどんどん水も出てきて、やばいっていう状態になるんですよ。で、工藤優作と、まあ、外周一とかが、どうしたらいいんです、どうしたらいいんだみたいな感じになってるんですけど、まあ、ちょっとやばいみたいな状態になるんですよ。これ、コナンが、なんかその、車の上の空気が残り20センチになるまでずっと吸って、最後20センチになったらその全部空気を吸い切ってドアを開けろっていうことになるんです。要はその残り20センチになると、そのドアの外側の水圧と中の圧力っていうのが一緒ぐらいになって、ドアが開けやすくなるらしいんですよ。っていうことを、ね、危険を聞かしてね、まあ、今回は終わりっていう。で今回はね、なんとかキャメルは脱出して終わりっていう形なんですけども、最後の一部にこんなことがあったんですよ。ここ彼らはまだ知らないラムが動いているということ。まあ、要はね、裏でラムが動いてるんですよ、もうすでに。で、それをまだ工藤優作とかコナンとかが知らないということは、これ今1063なんですけど、おそらくね、1064、1065っていうのは、その暗躍裏からそのギョルジェルというかね、組織を操作するラムとの FBI の対決が見れるってことで、多分次回から結構本格的にラムが登場してくるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、今回はまあここで終わるっていう形なんですけどね、これ最後の一文にね、彼らはまだ知らないラムが動いていることことっていう一文があって、隣でそのコナンと工藤優作が、どうやら我々は彼らのことを少々甘く見ていたようですねっていう通訳シーンがあるんですよ。要は、まあ、裏でラムが動いているんですよ。で、それをまだコナンたちは知らないと。っていうことは、1064からもう本格的にラムが登場してくるっていうことの前触れじゃないですか、これはね。で、それプラス、まあ、今まではちょっと工藤優作がラムを甘く見てたと、組織を甘く見てたと。ということは、次からも本気出すと。チートキャラの工藤優作がもう本気を出す。さらにそこに FBI 最強の赤い周知、もし主人公のコナンに加わるって、ね、要はね、この名探偵コナン史上最強チートキャラである工藤優作が本気を出すと。で、そこにね、なんと、主人公コナン君であったり FBI に最強の赤い周知が加わるって、他にもね、 FBI とか工藤ゆき子も存在しているっていうことなんでね、本当の本気の対決プラスラムっていうね、最高のみたいものがね、やっぱり100巻にふさわしい対決が見れてね、すごく楽しみにしてます。今後どうなっていくんですかね。個人的になんですけど、まあこの作中に黒田兵衛と若狭るみと脇田兼成が登場してないじゃないですか。多分ね、今後進んでいくとどっかの段階で、まあ
出てくるんじゃないのかなと思ってるのが一つ。そしてあのバーボン、安室さんがいないじゃないですか。要はその黒の組織はみんな登場してるじゃないですか。キャンティー、コルンであったり、ベリモート、ジン・オッカにキールまで登場してると。それなりにバーボンが登場してないっていうのは、ね、正直ちょっと考えにくいと。おそらく、まあ、ラムの指示で何かしてるんじゃないのかなと思ってて、今後ねバーボンとか多分登場するんじゃないかなと思ってて、そういうの楽しみにしてます。まあね、個人的にはラムはバクタカレナリだと思ってるんですけど、まあでもね、確定したわけじゃないですし、なんかカタカナのラム説とアルファベットのラム、RUM 説っていうのがあって、今回のラムっていうのは両方とも RUM の、あの英語のラムなんですよ。こちらも今回、固有の的には組織ナンバー2ラムがいるっていうこと。なんでね、ちょっとその辺もね、深くちょっと楽しみにしたいなと思います。あ、こんな感じです。まあね、僕がめちゃくちゃコナンが好きなんで、ぜひ皆さんね、コナン好きの方がいたらね、今後どうなるかもしれませんとか、もしね、まあ、僕もね、コナンの黒の組織の話するのめっちゃ好きなんでね、ぜひね、皆さん、こういうの心象とか見て、私はこう思いましたとか、いや、こう、私は多分今後こうなるんじゃないんで、ないでしょうか、みたいなコメントとかね、あの他にもね、何でもいいんで、ね、例えばもうこれの作品と全く関係ないことでもいいんで、例えばその、灰原哀ちゃんはコナンのことは好きなんですかとか、あの方は現在どうしてるんですかとか、本当なんでもいいんで、ぜひ、コメントしてくれるとすごく嬉しいです。まあそんな感じです。最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらね、チャンネル登録してください。あのこのチャンネルではね、コナンの話、どんどん黒の組織とかコナンについて詳しく述べていきたいですし、他にもね、いい本っていうのたくさんあるんで紹介していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ね、まあ、やっぱりね、コナンっていうのはあの黒の組織の対決っていうのはやっぱり一番の見物、プラス今回っていうのは本当に注目だと思うんですよ。第100巻ですし、まあ、ジンとラムがいると。で、それプラス、あの FBI 側にも、コナンと破壊周一と、なんと今回はね、コナン史上最強チートキャラのね、工藤優作が登場するということでね、この対決は面白いんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じです。じゃあな。